皆さんこんにちは、日向すいです。今日は、子供用のマフラーを作ろうと思います。急に思い立って作ろうと思いました。昨日ですね、パンドラさんに、いつものごとくパンドラさんに足を運んだら、5玉でセットになっている、これですね、5玉でセットになっている、カメラが近すぎて 1,2,3,4,5 やっているのが2玉で1000円っていうセールをやっていたので買ってきました。こちらの息子が緑と赤が好きだったので、緑と赤を買ってきました。で、これは昨日買ってきたんですね。で、昨日買ってきて、で、今日の朝ちょろっとマフラー何編もうかなと思って、昨日いろいろ動画を見て、縄編みにしようか、メリヤスで編むのか、ガーターにするのか、どうするといいなと思って、マフラーじゃないや、スヌードですね。私いつもスヌードを巻いて自転車乗って子供の送り迎えとかしてるんですけど、そのスヌードを必ずと言っていいほど息子に取られるんですよ。で、首元が私が寒いっていうんで、まあ子供用のを作ってあげようかなと思って、まあ、マフラーを急遽作ろうかなと思いました。で、子供が緑が赤が好きなのでそれを買ってきて、で、子供に今日朝見せて、この色とこの色で作ろうと思うんだけどって言ったら、僕3色がいいなって言ってきたんですよ。で、3色ってあともう一つ何色って聞いたら、黄色って言われて、残念ながらこちらの純毛極太があるブリティッシュの毛糸は黄色がなくてですね、黄色ないけど、確か細い方かな、アイブトとかナミブトの方にはオレンジ色っぽい黄色っぽいなんか間の色ならあるんですよね。で、極太にはなかったので、ないよって子供に話をしたら、じゃあピンクっていうふうに言ったんで、先ほど行って買ってきました。で、これの他に、昨日悩み悩んで買ってこなかったこの色、何番だろう、206番から206番も買ってきちゃいました。これはただただもう本当に一目惚れで可愛いって思った色だったので買ってきただけです。何を作るんだろうねっていう。帽子も作りたいんですけどね、帽子も作るところまで行かず、ズバもあるのにズバもできておらず、やりたいことだらけなんですけど、とりあえずこのピンク、赤、緑、あ、映ってない、しかも画面揺れたし、を使って、マフラーを今日編んでいきたいと思います。で、いろいろ見てどうしようかなって悩み、結果ゴム編みにしました。で、試しに自分で計算してやったら、重いのか幅が狭いっていう残念な結果に終わるっていうね。だいたい朝まあバッて計算してやり始めたんですけど、16センチの幅で長さが140センチのスヌードにしようと思ったんですよ。私が今使っているマフラーがメジャーで測ったらそれだったので、まあその通りに作ろうと思って、で、2目ゴム編みで、最初これ12号で試し編みしたんですね。私なんかそのパンドラさんの方に聞くと、編み目が緩いみたいなんですよ。だから多分12号で編んだら多分隙間空くんだろうなと思いながら、ちょっと試しにと思って編んだら、やっぱり結構隙間があって、隙間があると寒いかなと思って、じゃあ10号で編もうと思って、10号を買いに行ったんですよ、10号針を。したらなくてですね、たまたま売り切れでして、10号だけね、9号買ってきました。じゃあパンドラさんとお話相談させていただいて、ゴム編みを編むつも予定でいますと。で、10号がもう売ってないと。でもどうしてもすぐ編みたいから、輪針の10号を買うか9号か、もしくは一応こちらのゲージじゃないや、使用棒針のが10号から12号だったんで、11号なら
打ってたんですね。11号ならあると。でも私結構緩く編んじゃうから9号でも大丈夫かなと思って9号持ってって、9号と11号と輪針をレジに持ってったんですよ。で相談してたら、私編み地がこう緩いってその方もしてるので、ゴム編みを編むんだったら9号でもいけると思います。ただメリヤス編みをするんであれば10号じゃないとちょっときついかもしれませんっていうふうに言われて、あ、もうゴム編みだけで全部編んでいくつもりですって言ったら、9号でいいと思いますよって、むしろ9号でみたいな感じだったんで9号を買ってきました。そうするとまた計算が、まあ、簡単にですね、大雑把にやった計算もずれてくるだろうなと思いまして、これで編んだ時は22目で編みました。22目だったら16センチになるかなっていう、こちらの標準ゲージを見て計算したんですけど、ゴム編みだとキュッて、編み地がキュッてなることを予想しておりませんでした。でこれで多分12センチぐらいなんですよね。で12センチじゃあ予定の16センチには及ばないというふうになったので、じゃあ36目で作ったらまあまあうまくいくんじゃないかなと思ったんですよね。でもそれは12号の場合なんだろうなと思って、やっぱ9号で作るんであればもうちょっと目数がないと16センチにはならないかなと思って、40目プラス2、両端を表表で終わりにしたいので、ゴム編みだと4目で1セットになるんですね。表表裏裏2目ゴム編みでやるつもりでいるので、表表裏裏表表裏裏で、1セットが4目なので、4で割り切れる数プラス、最後表表で割りにしたいので2目必要かなと思って、まあ、40目プラス2なので42目作って、だいたい280段ぐらい作れば約140センチぐらいに、あれ140センチぐらいになるかなと思っています。でも280段数えるのは、めんどくさいので適当、これはもうメジャーでちょいちょいこう測っては、あ何センチ、あ何センチできたみたいな、あ何センチできたって見ながらやっていきたいと思います。で3色なので 140÷3、 3、4、12、20、サブ68、25、ずっとだよね。だいたい46センチ。一つの、カラーが46センチずつやると140センチぐらいになるのかなって思います。長さをわざと変えてもうスヌードにして巻いても可愛いとは思うんですけど、まあ、今回はね、そこを細かくせず46センチ、47センチ、まあそんな前後でやっていきたいと思います。そう、マフラーは巻くじゃないですか。で、ダウンとかツルツルしたのとかだとマフラー落ちてくるじゃないですか、肩からツル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 。それが私気に入らないんです。めんどくさいの大嫌いなんで、あれ？これじゃない。ちょこ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 こう巻き直しするのがめんどくさい人なので、スヌードが好きです。もう首に一回巻いちゃえばね、微動だにしないっていう。どっから出すのこれ、真ん中から出したいんだけど、出したいんだけど、見つかりません。赤の時すぐ見つかったのにな、分かんないから引っ張っちゃおう。出てきました。
適当に引っ張ったら出てきました。では42名やっていきたいと思います。あ、皆さんこれ完成しました。あのハピママさんのやつなんだっけ、グラウニースクエアだっけ、グラニースクエア完成しました。やったって。ちょっとね、あのさっき結構高いカメラを高い位置から撮ったら全然枠にはまってなくて頑張って頑張って下に下ろして、これがうまく入るようにしたらこのカメラの位置でめちゃめちゃ近いっていう。はい、編んでいきたいと思います。あの編み方のはじ編み方の始めを私を参考にするのではなく、いろんな動画があるので、いろんな方の動画を見て、あの自分のやりやすいやり方を見つけてみてください。私はもう完全にオリジナルっていうか、もう自己流で、やっぱりいろんな方の動画を見て、いろいろやっていくうちに、これがベストだなっていう状態になっているので、皆さんもそうした方がいいと思います。もう私慣れてるわっていう方はもう全然構わないんですけど、ずれたね。で、16センチ、だいたい16センチでやりたいので、メジャーを用意します。で、一番最初この紐、編みたい長さの、編みたい幅、長さの3倍用意します、糸端から。で、私は16センチ。16センチってどこ？ちょっと足りなかったりやなので、だいたい20センチ幅で作っていきたいと思います。20で。1、60センチ取ったら、輪にします。ちなみにこっちが糸端で、こっちがあの糸玉の方になっております。で、糸玉の方の糸を輪に入れます。で、引っ張ります。ぎゅーっと。で、2本。で、やるのもいいですし、1本でもいいと思います。私、2本でやると、だいたいここに突っかかって、イラッてするので、1本でやってます。1本入れます。で、42目、これを作ってきます。で、手なんですけど、ここ、こっち、糸玉の方ですね。こっち、糸端の方ですね。これをちょっとこう広げて、置いてもらって、ここに、親指、人差し指を間に、こう、にちわと通します。たら、このまま手を開いて、手を返します。で、まあ、小指をここにかな、引っ掛けて、で、親指のこの糸も、ちょっと手の真ん中に入れていただいて、小指と薬指で押さえます。で、ちょっと広いと、ちょっとやりにくいんで、まあ、棒に引っかかってるのを近めでやるとこんな形になります。したら親指の方、一番外側にある糸に棒を引っ掛けて、今度人差し指の方にかかってるこの子ですね、この子に、この子も棒に引っ掛けます。で、2本引っ掛かったら、この親指の2本あるとこの間に入れます。で、親指を抜きます。で、糸を引っ張ると1目出来上がります。もう一回やりますね。ここをブラーンってしたら糸玉の方、糸端の方ありますね。ここの間に親指、人差し指を入れます。で、開きながら、小指の方に糸をこう挟みますね。で、こういう状態になったら、一番外側の糸に針をかけ、で、人差し指の方の糸も針にかけます。で、かけたら、親指のところにかかっているこの2本の間っこに針を入れながら親指を外します。で、糸端の方ですね。糸端の方を引っ張っていくと、3目目が出来上がります。これを繰り返して42、
ここの引っかかっているのが42本になるまで繰り返していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で、にしろやと13個できた。こんな風にやって、43、42目まで作りたいと思います。